勉強なんて大嫌い。動機づけの4悪。子供から学習意欲を奪うものに無理、強制、条件、比較の4つがある。これを動機づけの4悪という。まず無理。その子供の能力を超えた無理をすれば、子供でなくても学習意欲をなくして当然。よくある例が、子供に難解なワークブックを押し付け、それで子供の学習意欲を削いでしまうケース。子供の勉強は量ではなく密度。短時間でパッパッと済ますようであればそれでよし、そうである方が好ましい。また子供に自分でさせる勉強は能力より1ランク下げたレベルでさせるのがコツ。ワークやドリルなど半分がお絵描きになってもよい。答えが合ってるかどうかということよりも、ワークを一冊やり終えたという達成感を大切にする。2、強制。ある程度の強制は勉強につきものだが、程度を超えると子供は勉強嫌いになる。勉強の時間の強制、量の強制など、こんなことを相談してきた母親がいた。うちの子はプリントを2枚ならなんとかやるのですが、3枚目になるとどうしてもしません。どうしたらいいでしょうかと。私は2枚でやめることですと答えたが、その通り。このタイプの母親は、仮に子供が3枚するようになればなったで、今度は4枚しなさいというに違いない。子供もそれを知っている。3、条件。この勉強が終わったら何々を買ってあげる、100点を取ったらお小遣いを100円あげるというのが条件。親は励ましのつもりでそうするが、こういう条件は子供から勉強は自分のためにするものという意欲を奪う。そればかりではない。子供が小さいうちは100円200円で済むが、やがてエスカレートして手に負えなくなる。学費の安い公立高校へ入ってやったからバイクを買ってよこせと親に請求した子供、高校1年生がいた。そうなる。最後に4、比較。近所の A 君はもうカタカナが書けるのよ、お兄ちゃんは算数が得意なのにあなたはダメね、など。こういう比較は一度癖になると日常的にするようになるから注意する。子供はいつも他人の目を気にするようになり、それが子供から私は私、人は人というものの考え方を奪う。イギリスでは、馬を水場へ連れて行くことはできても水を飲ませることはできないという。子供を馬に例えるのも失礼なことかもしれないが、親のできることにも限界があるということ。ではどうするか。もう一つ、イギリスには、楽しく学ぶ子供はよく学ぶという格言もある。英語では、Happy learners learn the best と言います。つまり、子供に勉強させたかったら、勉強は楽しいということだけ教えて、あとは子供に任す。例えば文字。いきなり文字を教えるのではなく、いつも子供を膝に抱いて本を読んであげるなど、そういう経験が子供をして、本は楽しい、文字は面白いというふうに思わせるようになる。そしてそういう思いが文字学習の原動力となっていく。子供の勉強を見るときは、何をどの程度できるようになったかではなく、何をどの程度楽しんだかを見るようにする。